皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も3分間ミステリーで遊んできます。問題1、このプールはスリの常習犯が出没することで密かに有名だ。警察はスリを捕まえるため利用客に変装してプールに潜入した。シャワーを使っている5人のうち間違いなくスリではないと思われるのは誰かと。あ、これ警察官の方が助走されてるんです、確か。スリの方ではない、確実に。なんでしょうね、4番の方なんか鏡見てこっち見られてますけど、1番の方ですかね。荷物出してますから。あー、違いますか。それでしたら3番の方が全部脱いでいらっしゃるから何も持ってないと、盗んでませんよってことですか。お、正解。解説、3番のシャワーを使っている女性の水着はビキニだ。パレオ付きの水着やワンピースのタイプならバットまでかく、ビキニで取ったものを隠せないと。そのため彼女はスリではないと。そういうもんなんですかね。いや、でも隠せそうですけどね、薄いものだったら。問題に、スリ被害に遭った人物のうち数名が長い髪に見とれていたらいつの間にか財布がなくなっていたと話しているため、スリは、挑発だと思われる。これによって容疑が晴れるのは何番の女性かと。すごいですね、見とれてる間に財布をするなんてプロですよ、もう。2番ですか。さあ解説、2番のシャワーを使っている女性は髪が短い。被害者たちの証言を考えみると彼女はスリではないと考えていいだろうと。かつら。問題3、スリは警察の変装に気づいたのか、シャワーを使いながらこちらの様子を気にしているようだ。つまりこちらを警戒していない人物はスリではない。その人物は誰かと。1と5ですけどね、ちょっと待ってください。気にしてる様子はない。1番の方サングラスだからちょっと分かんないってことで5番ですか。正解。解説ですね、5番のシャワーを使っている女性は全くこちらを見ていない。1番の女性は、4番の女性は鏡越しに、1番の女性はサングラス越しに、こちらを伺っていると。分かるんですね、サングラス越しに見られてるって。さあ問題4、スリは1番か4番の女性だ。スリの手口は巧妙で長らく捕まえることができなかった。それを踏まえてスリだと思う方を選べと。巧妙、まあ1番の方が怪しいですね、バッグ置いてますからね。いや、バッグ置いてないから4番ってことですか。いや、巧妙だからサングラス越しに見てるから巧妙。ああ、4番ですか。解説、1番のシャワーを使っている女性は足元にクリアバッグを置いていて、その中に財布やアクセサリーなどの金品が入っている。これが盗んだものだとしたらバレバレすぎると。一方4番のシャワーを使っている女性は一見荷物を持っていない。しかし4番の女性がスリだという警官の予想を当たり、彼女のパレオの下からパレオの下から、今日盗んだ金品がいくつも出てきたと。パレオってそんなに隠せるんですか。わかんないですけど、どうなんですかね。さあ、ステージ29結果、星4つですね。ありがとうございます。では、今回の動画、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。